正念場、日ハム、清宮幸太郎に球団 OB、決定的に足りないもの。主砲候補と言われた日が懐かしい。時が過ぎるのは早い、清宮は7年目でとっくに中軸を担って叱るべきだが、全くその気配がないのだ。清宮は32試合で打率1割7分5厘、1本塁打、9打点。いつ再び2軍落ちしてもおかしくない。一方、2軍では頭一つ抜けている。清宮は打率2割9分、4本塁打、16打点。球団 OB はいつまで経っても大成しないのは本人の実力の問題もさることながら現場の指導力や起用方針にも問題があるのではないか。練習量が少ないとか取り組みが甘いとか、これまでいろいろと言われて吐きましたが、さすがに練習に対する貪欲さは出てきました。ただまだまだ自覚が足りないところはある。もともと両膝が内側に入る X 脚で、特に膝周りの故障リスクが高い。人一倍コンディションには気を配らなければいけないのに、シーズン中も試合前のシートノックが始まる直前まで食事をしていて、コーチから注意されるようなところがあるのです。まだ自分の体を理解していないというか、準備にも確固たるものが出来上がっていないとコメントしている。これにネット上では、チャンスは十分与えられていた。チャンスをつかめなかったのは本人の責任。2軍では結果を残しているので、指導の問題ではない。スタメン、代打と試しているが、どちらも望む結果は出てないので起用方法でもない。チームに残すか、移籍させるかどっちでも良い。そんな選手になったのかなぁと思うと、寂しい気持ちになりました。それでもやはり、頑張ってレギュラーをつかみ取ってほしい。起用方法の問題って言うけど、清宮はかなりチャンスをもらってるけどものにできてないので、本人の問題でしょう。良くも悪くもそう思ってしまうのは、清宮の存在感なのかもしれませんが、トレードが現実になる前に、結果を出してほしいです。